エンリコ・マイナルリは、イタリアのチェロ奏者、作曲家、指揮者である。幼少期よりソリストとして活躍しつつ、ベルリン国立歌劇場の首席チェロ奏者を務めたり、サンタチェ・チーリア国立アカデミアで教鞭を取ったりした。また、同時代の作曲家の紹介にも尽力した。指揮者、ビクトル・デ・サーバタ1897年5月19日に、ミラノで生まれる。クレモナ出身の父は、 アマチュアのチェリストで息子が2歳6ヶ月の時にクリスマスプレゼントとしてチェロを渡した。なお、このチェロは子供には大きすぎたので、ノコギリで作り直している。その後、エンリコ少年は父親からチェロの手ほどきを受け、母親から独風を教わった。5歳の時、両親はミラノスからカラザ管弦楽団の首席チェロ奏者にして、 ジュゼッペ・ヴェルディやア,アルトゥーロ・トスカニーニの指揮の下で演奏した経験を持ちジュゼッペ・マグリーニにレッスンを依頼したが小さい子供にチェロを弾かせたら猫背になってしまうと断られている。しかし父の熱心な依頼により一年後にマグリーニはマイナルデケを訪れるようになりエンリコ少年にレッスンを行うようになった。こんな小さな子供とこんな大きい楽器でうまくいくはずが ないと感じたマグリーニは、エンリコのチェロへの意欲をそぐために、自らの弟子よりも厳しい練習を課したが、その意図に反してエンリコはどんどんと上達し、次第に、マグリーニ自身も、熱心に指導をするようになった。その後、ミラノ音楽院に進学したエンリコは、継続して、マグリーニに指示するとともに、5歳年上の学生、ビクトル・デサバダの指揮のもと、 演奏会で、チェロ競奏曲のソリストを務めた。また、父に連れられて、アリー・コボーイとの訓導も受けており、バッハの音楽をやりなさいというアドバイスを受けた。この頃のマイナルディの生活はきっちりと決められた、ものであった。7時から9時に、チェロの練習を行い、1時間の休憩を挟んで、さらに12時まで練習をした。昼食をとった後は、フランス語の講師と散歩をし、 一般教育の授業を受けた後21時に就寝した。1910年には12歳で音楽院を卒業したが、常実のような厳しい生活に苦言を呈し、ドイツへ行かせたらどうかと提案したピアニストのエルネスト、コンソーロに従い、同年ベルリンで演奏会を開くことになった。ジングアカデミーでベルリンフィルハーモニー還弦楽団と共演し、 ハイドンとドボルザークの競争曲およびに3の商品を演奏したが、この演奏会は好評を博し、ジュネーブ、ベルリン、パリ、ロンドン、ウィーンなどヨーロッパ各地で演奏会を開いた。作曲家、マックス・レーガー・フーゴー・ベッカーとの出会いその後イタリアに戻ったマイナルディは夏休みをトレメッツォで過ごしたが、そこでドイツのチェリストのフーゴー・ベッカーと出会った。ベッカーは、 マイナルディを弟子にし、冬にはベルリン音楽院でのマスタークラスで指導するとともに、夏にはトレメッツォのコモコハンやオーバーボーツェンの別荘で指導した。マイナルディはベッカーについて、厳しくも情愛ある人物だったと回想している。マックス・レーガーとの出会いベッカーとの縁で、マイナルディは作曲家、マックス・レーガーとの交流の機会を得た。ベッカーは1913年、 ハイデルベルクのバーフハ祭にて、レーガーのチェロ・ソナタ作品116を初演するよう依頼されたが、ベッカーはそれを提唱に断り、弟子のマイナルディが代理を務めてもよいか確認した。この申し出は受理されマイナルディに楽譜が送られたが、この時、マイナルディはイタリアにいたため、ミラノ音楽院の作曲の教員と共に作品を研究した。その後、ハイデルベルクに赴き、アルピアノ賞のホールにて、 ピアノを弾くレーガーとリハーサルを行ったが、初日にほとんど声をかけられなかったため、マイナルディはレーガーからイタリアに帰るよう言われると思っていた。しかしレーガーはマイナルディの演奏を気に入っており、リハーサル、本番を経て、ベッカーにマイナルディを紹介してくれたことを感謝するという胸のハガキを送った。また、この演奏会により、マイナルディは音楽界から注目を集めるようになった。 なお、レーガーについて、マイナルディは、偉大なピアニストではありませんでしたが、偉大なピアノの芸術家でした。彼の音は何か歌うような響きを持っていました。そしてそれは真に、偉大なピアニストにおいても、稀にしか聞かれないようなものでした。レーガーは楽譜に、たくさんの記号をつけましたが、彼自身はすべてを控えめに演奏していました。そして、 ピアニッシムはまろやかに響くよう注意を払っていましたと述べている。作曲のシジャン・フランチェスコ・マリー・ピエロ。レーガーとの演奏会が大成功を収めると、マイナルリは各地から演奏依頼を受け取ったが、第一次世界大戦が開始したため断らざるを得なかった。例外的にハンブルクにて指揮者のジーク・ムント・フォン・ハウゼッカーと、シューマンのチェロ競争曲を共演したり、 フランスから楽譜が送られてきたドビュッシーのチェロソナタをミラノで演奏することはあったが、4年ほどチェロから離れた。その間、ジュゼッペ・ベルディ音楽院のジャコモ・オレフィーチェのもとで作曲を習得し、1917年に卒業した。また、ベネツィアでジャン・フランチェスコ・マリピエロにも作曲を学んだ。戦争終了後の1923年には、ベッカーに再び支持するために、 ドイツへと戻り、1925年には、ベルリンに今日構えた。この時期は、マイナルディー枠、自分の根源性、自発性というものが失われて、知性ではどうにもならない、スランプの真っ最中であった。その後、ドレスデンフィルハーモニー管弦楽団のチェロ奏者や、ベルリン国立歌劇場の首席チェロ奏者を務め、レオブレヒやエーリヒクライバーの指揮のもとで演奏したが、 その傍らで、エドビィン・フィッシャーや、ゲオルク・クーレン・カンプとトリオを結成した。また、エルンスト・フォンド・ホナーに、カルロ・ゼッキ、ビルヘルム・バックハウスとデュオ活動を行った。さらに、バロックや、古典派の競争曲では、独奏部分を弾きながら、支給することもあった。特にピアニストのアルパート、シャンドルとオランダのハーグで行ったリサイタルは、スランプ脱出の契機となった。マイナルディは、 苦しかった、数年のこと、スランプ、疑惑などすべては過去のものとなったのですと語り、上がることなく演奏ができた。なお、少年期のマイナルディの演奏を聴いていた音楽評論家は、なんという奇跡だろう。振動が奇跡的な大人に成長したのだと評した。マイナルディは、ルドルフ・フェッターが設立した個人事務所に所属して活躍したが、この事務所には他にも、 クラウディオ・アラウ、エドウィン・フィッシャー、オイゲン・ヨッフム、パウル・ハン・ケンペン、クレメンス・クラウス、ゲオルク・クーレン・カンプ、ウィレム・メンゲルベルク、アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ、エディ・ナイ、ハンス・スワロフスキー、ジョコンダ・デビートらが所属した。なお、フェッターは自分のアーティストたちがナチスに脅迫されることを防ぐため、党の幹部や外国公演の監視を務めるゲシタポの有力者と、 つながりを深めた。また、第二次世界大戦後には、裁判中であった指揮者のビルヘルム・フルトベングラーに、エージェントを通じて、ローマのサンタチェチリア管弦楽団との仕事を、圧戦した。その結果、裁判所の管轄範囲はイタリアには及んでいないとして、フルトベングラーは、戦後初めての演奏会を指揮することができた。1933年から、ベッカーの後を継いで、 ベルリン音楽院のチェロ科教授になったが、翌年には、サンタチェチーリア国立アカデミアの教授に転出し、1969年まで、勤めた。また、ザルツブルクで、マスタークラスを開きつつ、ザルツブルク音楽祭にも参加した。1976年4月10日に、ミュンヘンで死去。私は音楽に奉仕するという信念に、全人生を捧げてきたのであり、自分自身に、 人々の注目を集めるために音楽を手段として使ったのではないという言葉を残している。また、1957年以来、クランチーノのチェロを愛用した。マイナルディは豊富なレパートリーを有していた。同時代の作曲家の紹介にも熱心で、イルデブランド・ピツェッティとジャン・フランチェスコ・マリピエロのチェロとオーケストラのための作品を全曲初演している。また、クロード・ドビュッシーの チェロ・ソナタのイタリア初演も行った。さらには、エルネスト・ブロッホ作曲のシェレモをヨーロッパ各地で演奏して紹介した。作曲家自身の指揮で演奏することもあり、ヒンデミットのチェロ競奏曲やリハルト・シュトラウスのドン・キホーテでソリストを務めた。ドン・キホーテについては、作曲家自身の指揮で録音も残している。なお、マイナルディは、自分が感激しなかった曲は、 決して演奏することができなかったと述べている。弟子の一人、ミクローシュペレーニベルリン音楽院、サンタ、チェチーリア国立アカデミアで教職に就いたほか、ザルツブルク、ルゼルン、エディンバラ、ハンブルク、ストックホルム、ヘルシンキの音楽学校で、チェロと室内学のマスタークラスを開設した。また、バッハ、ベートーベン、ブラームス、ショパン、ピツェッティラのチェロ及び、 室内楽作品を専門とする国際的なマスタークラスやセミナーを開催した。マイナルディは自分の型を弟子たちに押し付けることは控え、自分の指使いやボーイングを弟子に見せることにはあまり積極的ではなかった。その代わり解釈との関連で指使いについて議論することを好み、弟子たちが自分に合った指使いを習得することを望んだ。また、 チェロパートだけでなくすべての楽器の楽譜を把握していることを要求しており、たびたび自身でオーケストラパートをピアノで演奏した。さらに弟子たちには演奏者は作曲家に使える存在であり、個人的な成功よりも音楽の意味を伝えることに努めるべきだと説いた。1957年10月にはパリで開催された第1回パブロカザルス国際コンクールにてピエール・フルニエ、 ムスティスラフロストロポービチ、モーリス・アイゼンバーグ、ガスパール・カサド、ミロシュ・サドロ、ジョン・バルビ・ローリラと共に審査員を務めた。なお、審査委員長は、ポール・パゼレールであり、パブロ・カザルスは審査員を辞退したものの、コンクールにおける演奏をすべて聴いていた。マイナルディの弟子には、ジーク・フリート・パルム、ミクローシュ・ペレーに、エッセン音楽学校で教鞭を取ったミル・コドルナー。 ハノーバー音楽学校のクラウス・シュトルク、ロンドンドイアル・カレッジのジャン・ディックソン、ヘルシン・キシベリウス・アカデミーのエル・キラウティオ、ストックホルム、王立アカデミーのグスタフ・グロアンダール、トリエステ30相談のアマデオ・バルドビーの、イタリア原学30相談のジャチンとカラミアラがいる。また、弟子のイルムガルト・ポッペンの配偶者である、ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウの才能を見抜き、 友人のビルヘルムフルト・ベングラーに紹介した。マイナルディは作曲家として、多方面にわたる作品を残した。3曲のチェロ競奏曲、2台のチェロのための競奏曲、いくつかの弦楽四重奏曲、弦楽五重奏曲、ピアノ四重奏曲、ピアノ三重奏曲、バイオリンソナタ、ビオラソナタ、チェロソナタ、歌曲などが挙げられる。さらには、 ゲオルク・クリストフ・バー・ゲンザイル作曲の2曲のチェロ競争曲を初演、編纂した。また、1941年には、ヨハン・セバスティアン・バッハの無版装置6味曲の工程版を出版した。このマイナルディ版では、その対位法的な構造について提言が示されているとともに低音部不評が示されており、視覚的な対位法解釈として興味深いと評されている。また、 チュリヒト頭ハレカン弦楽団でチェロ奏者を務めたユリウス・ベッキは、マイナルディが作曲したチェロのための練習曲について、チェロ技術の発展に大いに貢献していると評している。ありがとうございます。